はいどうも、ともたかです。本日はですね、インスタ映え女子必見、食欲を減らす方法で、インスタを使ってみましょうっていうものになっております。結構、今、もう、冬じゃないね。古いかもしれないんですけども、インスタ映えっていう言葉があったみたいに、インスタグラムを結構見る人っていっぱいいると思うんですけども、実はこのインスタグラムを使って、自分の食欲を抑えることができるんですよ。で、インスタって結構見るの好きな人多いと思うんですよ。写真とかをこうやって見て、満足できるというか、楽しむっていうことが多いと思うんですけども、実はこのインスタグラムをうまく活用すれば、食欲を抑えて、食べたいっていう感情をなくすことができるんですね。その方法についてお話ししていきます。今回はもうインスタ映え女子必見っていう内容になっております。もちろん男性の方も見てください。で、実はですね、脳っていうのは同じ刺激を与え続けると、感覚退屈っていうのを起こしまして、脳がやる気をなくす状態を作れるんですね。で、それがインスタグラムとかの、食べたい情報とかを、食べたい食事とかを何百枚もずーっと見続けると、脳が勝手にやる気をなくしてくれるっていうものですね。そうすると食欲がなくなっていくっていうものなので、ぜひぜひ試してみてください。今回は実はもうこれで以上になっております。で、そうですね、今後僕も、作った料理とかをインスタグラムに上げてアップロードしていくので、もしよろしければ、そっちも見てください。で、まだインスタグラム自体は全然やってないので、それとかを使って感覚退屈を起こせるように、料理の写真をババ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 って載せていく予定なので、よろしくお願いいたします。はい。今回内容がいいなと思ったら、高評価ボタン。で、僕のその LINE 公式で、食べ物の写真とかを配信したら更新したよってインスタグラムとかもこの LINE 今後 LINE 公式に貼っとくので、よろしければ LINE 公式登録してみてください。はい、本日は以上になります。じゃあねー。